バンドの好きな商品5000、イエーイ、キュー、あ、ありがとうございます。はい、こんにちは、バンドです。本日はですね、バンドの CB ジャパンの中で好きな商品を5つちょっと選んできましたので、まあランキング形式でご紹介できればと思ってます。まあいろいろあるんですけど、どうなったか、まあいろいろあるんですけど、ちょっとご紹介していきます。はい、レッツゴー。じゃあまずですね、こちら、ミスター、調理してそのまま食卓へ出せる耐熱レンジザルボールセットでございます。こちらサイズは20センチでございます。まずこれなんですけど、まあ蓋とザル、まあこれ蓋なんですけど、お皿にもなる、受け皿っていうか、まあお皿にもなるよっていうやつで、ボールだけじゃなくてザルもついてて、でまあこういうのはね、昔からうちもやってる商品なんですけど、これがセットになった商品っていうのがなくて、もともと結構最近出た商品なんですけど、まあ何がいいかって、このザルがちょっと変わった形、まあ網網のザルじゃなくて線状になってるんですけど、この線の細さが結構絶妙で、絶妙、結構絶妙なんですけど、これがあの米研ぎとかができちゃうボールになってて、で米研ぎって結構みんなお釜ごと、お釜ごとっていうか、お釜にそのままお米入れて、で水入れて研いで捨てて、研いで捨てて、研いで捨ててみたいなやってる方多いと思うんですけど、こういうの使うと洗うのもめっちゃ早くなりますし、ズボラな私はこうやってやった時に丁寧に水を流すことができないんで、米ごと流しちゃうんです。でなんせラップとか必要ないっていう、チンするときに、まあ、蒸し調理ができちゃう、ラップなしで、まあエコですよね。まあエコとか言うとちょっと営業トークっぽく聞こえちゃうんですけど、私ラップとかいちいちこうバーってやるのめんどくさいんでこういうのはズボラな私にとっては超いいという商品が、まあこれが第5位です。続きまして第4位、第4位はカフアコーヒーボトル2です。こちらはですね、3色あるんですけど、まあパッケージはこんな感じです。この3色あります。私が一番好きな色はグレーです。まあちょっと若干濃いグレーなんで、ブラックっぽく見えるかもしれないんですけど、このボトルの魅力はですね、内側がテフロン加工になってて、まあ匂いとか汚れとか落としやすい、てかつきにくい素材なんですけど、この飲み口がここにあって、この飲み口のところまでテフロンが上がってきてるんで、飲み口のところまでその汚れが落としやすいっていう仕様になってて、パッキンも1個しかついてなくて、ズボラな私には超いいです。このカフアって保温保冷能力がめちゃくちゃ高くて、朝氷入れていったら夏場でも夕方まで氷が残ってて、しっかり保温して保冷してくれるボトルになってて、でこれはですね、あのカメラマンのトレの方もものすごくお気に入りだと、おすすめと言ってました。はい、こっちの色も人気ですけどね、結構売れ行きで言ったら。はい、次いきます。では続きまして第3位、にゃー第3位はこちらでございます。はい、これはコードレスミキサービーミーグリーンです。コードレスミキサーっていうぐらいなんで、持ち運びがしやすいような、まあなんていうんですかね、ボトルみたいな形になってるミキサーです。ちゃんとここに刃がついてて、見えるかな、ついてて、結構、失礼しましたこの商品で、あの CB ジャパンのホームページにあるスタッフブログっていうのがあるんですけど、それを書きました。これで
で、ちゃっかり家の近くでこれ持って散歩したっていうアピールしたんですけど、これは個人的にめっちゃ気に入って、ブログに書きました。なので3位です。これのいいところは こっちから開けてあのフルーツとか、まあこんな感じでね、まあ入れてもらって、でここ閉めて、で例えばですけど、私がよくやってたのは冷凍フルーツを入れて、で冷凍フルーツ最初カチコチなんで、あのまあどっか行く間はまだ回さずに冷凍フルーツを、まあ、解凍し、持ち運んでる間に解凍して、でついた先で飲みたい時に回す。でそしたらここから開けてそのまま飲める。これそのまま飲めるっていうのがいいところですね。で洗う時はここから水入れて回せばもうほぼすすぎ完了で、あとはちょちょっと洗えば全然お手入れ簡単なんで、これはおすすめです。でね、完全防水、まあもちろん完全防水なんですけど、こことかもなんで、充電器はなんていうんですかね、設置大きい型、こういうタイプになってます。これおすすめ。私どっちも好きだけど、私はグリーン派です。はい、続きまして第2位。はい、第2位はですね、じゃーん、ルクエスチームケース SS でございます。 SS というのはスターターセットっていう意味だそうです。ですね、これは、この本体、スチームケース本体とレシピとセットになっているということで、スターターセットっていう風になってます。日本の家庭料理をイメージして、レシピとかも全部そういうのに、前まではなんか海外風の料理のレシピをつけてたんですけど、まあ、肉じゃがとかね、肉じゃがとか、あとわらび餅とかも、こっちとか結構日本っぽいポテトサラダとかね、こういうレシピもついてて、でなんで私がこれを2位に選んだかっていうと、まあ私の夜ご飯の量にだいたいちょうどいいぐらいのサイズ感で、私はいつもここにもやしをバーって引いて、ここにで豚バラ肉をバーって皮の字に引いて閉じて電子レンジでチンします。そしてここに、まあ、蒸し上がったもやしと豚肉が出てきて、で別皿にポン酢を入れるかそのままかけるかでそのまま食べます。私はだいたい夜ご飯こればっかり食べてるので、これがなくてはもう生きてはいけないということで2位にしました。めちゃくちゃいいですよこれ、本当に。今レンジ調理系結構市場では来てるらしいですけど、本当に私はこれが好きです。でルクエはシリコンの質がめちゃくちゃいいんです。プラチナシリコンっていう結構しっかりした赤ちゃんの哺乳瓶とか医療用のなんか器具とかに使われるようなシリコンを使ってるんで、シリコンの商品って結構へたってきたりとかぐにゃっとしやすくなったりとかするものなんですけど、ルクエは本当にへたらない、そこが推しです、私の。はい、次行きましょう。最後、王道の1位はダラララダン、カロリーゼプレミアムです。イエーイ、ありがとうございます。ですね、私は CB ジャパンの商品の中で、まあ、とにかくタオルが一番好きなんです。で、私髪の毛がめちゃくちゃ多いので、もともと綿のタオルを使ってる時は本当に乾くのが遅くて、で髪を切る前はこれぐらいまであったんで、胸元ぐらいまではあったんで、髪乾かすのに15分ぐらいかかってたんですね、完全に根元まで乾ききるまで。それがマイクロファイバーのタオルを使うようになって、本当に半分ぐらいになったんですね、10分以内で乾くようになって。いや、これはもう
マイクロファイバーに全部変えようと思って会社のサンプルをこっそりいただいてマイクロファイバータオルだらけにしまして、でもともとうちの棚の中が 99% 綿タオルだったのが今は 95% マイクロファイバータオルにこっそり入れ替わってしまいました。というわけでこのカナリデイプレミアムなんですけど、なんでこれを紹介するかというと、うちのマイクロファイバーのタオルの中で一番吸水力が高い、綿の約6倍、 5.9 倍かなんですけど、まあパッケージも結構なんていうんですかね、ギフトっぽい感じになってて、まあ贈り物でもいいかなとは思うんですけど、なんせ高級感があって、今までのタオルはヘムの部分がそんなに厚みがある感じじゃなかったんです。糸でこうまとめてある感じですね、だったのがカラリデイプレミアムになって生地を折り返してるんですね。生地を折り返して毛布みたいなこう厚みがある縁になってて、もうすごい肉厚なんですよね。まあ前の動画でもちょっとちらっと言ったんですけど、でその目付けマイクロファイバーのこの生地の厚み自体もものすごい変わって、ふわふわ感も半端なくて、マイクロファイバーなのにほぼ毛布って感じで、私はこのふわふわ感がまず好きなのと、あとやっぱり吸水力が全然違うので、これは超おすすめ。もうとにかくなんか使ってみたらわかるんですけどね、マイクロファイバーってなんだかんだでそのお客さんによってはちょっと好み分かれちゃう、肌触りがちょっとっていう人もいれば、マイクロファイバー吸水するから好きって言ってくれる人もいるんですけど、やっぱ使ってみないとね分からないんですよね。私もマイクロファイバーのタオルなんてって思ってたので入社するまでは、なんですけどこれ使ってなんだこれってなってまずパッケージだけ見ても、まあ、マイクロファイバーってこう触ってみないと昔のイメージのまま残っちゃってるというか、なんかお掃除用品とかね、薄めのマイクロファイバーのタオルとかクロスとかをイメージしちゃってるんで、マイクロファイバーって結構なんか髪の毛とかに使っていいかなみたいなのあったんですけど、もう完全にコロッと寝返りました本当に。なんでぜひ使ってみて欲しいです。これから店頭に配下されていくと思うので、見つけたらぜひ買ってください。はい、ということで、坂東の好きな商品5選でした。まあ他にもいろんな、もう本当にいろんな商品あるんで、これからもっともっといろいろ坂東の好きな5選じゃなくても、例えばトルの方の好きな5選でも、まあ紹介させてもらえたらと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。アデュー。番外編。番外編。ダメだ、やめよう。